市役所前、瀬戸市役所前です。ちょっと着きました。愛知県名古屋市の栄町駅、こんな感じで、ね、近い駅になってるんですよね。で、お、結構ちゃんと端っこになってますね。ここが光るタイプだ、こんな感じになってるんですね。こんな感じで見えてる。今こっちの出入り口は使ってない感じなんでしょうね。次駅前へ寄っていきました。いいですね。待ってますね。ターミナル、いやー来ましたね。一面二線で今乗ってきたでしょ。向こう側か。こんな感じになってますよってことですね。やっぱちゃんと手前に砂利を積むのは、これはやっぱり名鉄はどこでもやるんですね。で、ここから登るとゲートです。で、これね、結構こっち今端っこに来てるから閑散とした感じになってますけど、これあの境の結構ど真ん中ですからね。結構瀬戸でだとね、落ち着いた感じになりますよね。いや、ちょうどいい図があるわ。こんな感じでね、これでやっとね、離れのポイントを制覇できましたから。で、次はここから神田駅をね、一応押さえないといけないんですけど、もうね、常にあの地下鉄の方のね、端っこの駅のターミナルでね、行ったことありますしね、特に何もないですから、先も急いでますし、ちらっとだけね、多分映って、まあ、多分ショート動画になると思うんです。神井台切ってだけで、犬山はまた行っちゃいましょうか。まああれやったら春日井でね、ちょっと置いてもあれですけど、時間がな、1時だもんな。春日井はまた後から行くか。もう1時だもんな。御嶽までの電車がねえからな。とにかくちょっとこっちに急いで行きましょう。よし、からあっちに行こうと思うと、実は地下鉄の栄駅からね、名城線か環状線でね、行く形になりますね。よいしょ。ちょっと色が違うんですね。こんな感じでね、こちらと地下鉄とね、間違い合うようになった感じですね。で、ちょっとマイナーなところを言っとくと、中京大とか名商大でね、名鉄トヨタ線の切符を買う人は、あの定期券をね、こっちで買うとね、あんま飛んでないんで、いや、実は買えるんですよ、あの名鉄トヨタ線のね、あの連絡切符、地下鉄の連絡切符が、栄のね、地下鉄の方の駅で買おうと思うと、すごい大変なんやけど。なんで結構こっちの方に来るから、あっちはね30分待ちですとか、免疫もね1時間待ちとかって言われた時に、こっちに来たらそのまま列もできずにさっと帰るってことがあったんで、おすすめですと、いうのを入れといて、もうね登ったらもう境ですから。こんな感じで東山線乗り場とかもありますけど、この地下鉄の駅はね多分すげえ混んでるんで、打ちようはねえだろうな。名古屋のど真ん中ですからね、栄。あんまの名前ですよね、栄って。で、もうここは本土のことだからな。で、名城線も、さっきも行くか。で、よ
幸せなホーム経由で入ってこます。いや、幸せの高い気はめっちゃ混むからだな。日本でも交雑率低いですもんね。で、名古屋港方面がです、カニマイルの方行ったら分かるよ。大曽根方面、向こうか。でも今日まだ空いてるな。で、こっちで行こうか。この電車は、大阪方面。